ご視聴ありがとうございます。今回は切り花の延命剤についてのお話をします。社長お願いします。花瓶買ってきました。はい、いつもご視聴ありがとうございます。開花園の三國です。今回は、まあ、迎春花ですね、まあ、正月花とも言われます。そういうふうな、まあ年始を彩るお花、たくさんの方が、まあ、購入されて、まあ、飾ろうと思う、あ、飾ってる人も多いと思うんですけど、まあ、今回はですね、なかなかね、ここ10年ぐらい結構女性の人もね、働く時代に なってきまして、まあ、なかなかねお花を飾る、まあ、きっかけといったらなんですけど、まあ、時間とかね、まあ、花と触れ合う時間が、まあ、年々、まあ、これ減少しているのが現実です。はい。で、まあ、昔はねやはり女性っていうのは、まあ、家を守ったりとか、まあ、家族を支えるみたいで、まあ、男性の人がね、外で一生懸命働いて、るっていうのが昔の昭和時代だったと思うんですけど、まあ、ちょっと余裕の時間とかね、習い事ができなかったりとか、いけばなやったり、まあ、例えばお茶を習ったりとか、まあ、とにかくね僕が言いたいのはやっぱり女性の人のこう花飾りっていう機会がなかなか減ってきましたよっていうことですね。はい。もうこれはもう仕方ない。でもそれって僕からすると、それで、まあ、年に1回でもいいしね、年に、まあ、例えば誕生日会とか、まあ、そういった時でもいいからお花ちょこんと飾るといいかなと思う。その時その時でね。はい。でそれはまあ年末とかね、迎春花と言わずに、いろんな時のイベントの時に皆さんもね必ず花飾れますから。で飾り方だけ今回お伝えします。はい。でも本当に初心者向けです。はい。で初心者向け、それプラス今まで花を飾ったことがない方、これから花を飾ろうと思ってる方でも分かんない方、その人に対しての動画となりますので、はい、もしね、ご興味あるようでしたら最後までね、見ていただけるといいかなと思います。はい。で、まあ、昨日ですね、動画で迎春花の花の飾りの選び方とかっていうのを投稿させていただきましたんで、もしその動画見たい人はまたそこを見てください。はい。で今回は花の飾り方っていうことで、用意するものがいくつかあります。で一つはもう絶対お花ですよね。はい。まあ、お花はまあ、ね、最寄りのお花屋さんとか、まあね、今だとまあ量販店さんとかスーパーマーケットのところでもパック売りとか販売されてますし、まあ、ホームセンターさんとかでも売られてますし、今では、ね、ユニクロさんもね、東京の方ではユニクロフラワーっていうので力入れてます。でカジュアル的な感覚で、ね、お花を飾っていただけるといいかなと。花の飾り方っていうのは分かんないと思う。はい。回数も少ないからね。で用意するものはまずお花、これですね、お花。お花は購入してください。はい。で、どうしても無理な場合は、もう福井ちょっと雪だらけですけど、正直言うとこうやって歩くやん。道端に生えてる雑草でもいい。はい。あれはグリーンになると思いますからね。ね。添えとして使えるかな。まあそこからスタートしてもいいかな。特にアイビーとかね。よくそこら中に生えてたりとかするんで、アイビーパチンと切って飾るだけでももう全然違う。で次に花瓶。花瓶ですね。花瓶。で花瓶プラス次水、まあ、浄炉ですね。浄炉あればいいかな。まあ、これは水を足すための道具であってね、これペットボトルでもいいです。でペットボトルを使ったこうペットボトルでこう入れる場合はペットボトル1回洗ってください。簡単にお茶でもいいね、缶ビールの空き缶でもいいです。その中に水入れてドボって入れてもいいです。夜間でもいいです。何でもいいです。はい。で用意するものはお花と花瓶ですね。花瓶ない場合はコップでもいいです。コップでもいいです。で花を一遍切るのでこういう風なハサミですね。で今日ね編集のリサさんに、あ、そういう動画撮るからちょっと、100円ショップ行ってきてくれんかっていうことでお金を渡して、どれ買ってきたの？で買ったのはあると言ってハサミない人、一番いいのはこういう風な剪定ハサミとか花切り用のハサミあるといいと思うんです。これって大体2000から3000するんですよね。これは一つ持っといた方がいいと思うんですけど、初心者の方は絶対持ってないと思う。で皆さんの家の中にあるハサミは多分これやった。これ今買ってきたんやな。はい。ね、これが普通の紙を切るハサミですね。はい。これいくらやったの？100円です。100円で買えます。でこれが花屋さんで売られてる花専用のハサミ、これ1200円ぐらいします。はい、はい、1200円。ね、どこが違うかっていうと、ここのところにギザギザがついてる、ここね。はい。これはワイヤーを切る部分です。うん。はい。でこういうのはついてない。
はい、はい、でやっぱり 葉は必ずこっちの方がいいですね。なんか、これでは切れないっていう場合あるじゃないですか、はい、ね、切れないんですよ。で僕がおすすめしてるのはこれ今買ってきてくれてるね、はい、ありがとう。これも100円ショップで買ってきて、これいくらやったの？100円です。これ100円、これ両方とも100円、はい、一緒やん大きさ。なんかね、一緒に買ってこいって言ったのにか、物一緒やったら説明しようがないやん。もっと細いのと太いのやったらまあいいけどさ。迷ったんですよ。あ、迷ったの。買った。これあると便利、めちゃくちゃ便利。はい、とあとはもしお花屋さん購入行った時にこういうのね、切り花延命剤って言ってね、あのこれ例えば有料で買える部分と、まあ例えば購入したね、お店のスタッフが無料で配って、うちは結構無料で配ってます、はいはい、でこれがあると便利です。でこの役割とかも全部説明しますん で、 であと花瓶ね。花瓶は今、100円ショップで買ってきたのはどれ？これ買ってきました。え、どれどれが買ってきたの？この6つです。この6つが買ってきたの？はい。すげえ。これ100円？これだけ200円です。マジで？あと100円です。これ100円？はい。え？いいでしょ？全部違うのを選んできちゃいました。これ100円？はい。これうちで売ってるやつ？これうちで売ってるもんな。それ違います。これも多分100円です。100均、はい、これも100均？はい。これうちで売ってるやつやな。これ100均？はい。100均で十分十分、はい、でもあの一つね、100均は物十分やと思いますね。これで綺麗に飾れると思う。え、これもいい、どうですか？もう全然いい、これもいける。うん、これプラスチック製のコップです。コップでもいい、これも100円。こんなのでいいから、家にあるようなやつを選んできました。十分、初心者はね、はい、で、あの何回も飾る場合はやっぱり100円やんて、軽いからにこう背を高くすると、昨日の動画でも言いましたけど、花瓶のサイズと高さ2倍が一番綺麗やと、はい、ですると重心が上に行くから、重たい百合とかがあるとこれ倒れてまうわけ、うん、でやばいなと思った場合は水を増やせばいい、うん、で普通はお水はだいたい3分の1から半分って言われるわけ。皆さん覚えていてください。このコップの3分の1から半分が一番いいです。でよくあるのがこのこれくらいしか入れない人いるの、はい、10分の1とか5分の1、はい、でこれは良くない。なぜかっていうと吸い上げる圧力が上がらないわけ。深くなれば深くなるほど水の圧力かかるから、茎のところにこう吸ってくって上がるわけ。覚えておくように。で少ない水は良くない、入れすぎも良くない。でガーベラとか、ガーベラは少ない方がいいの。でもほとんどの水はもう何でもいい、3分の1は必ず入れて、で重たいものを飾ってうわ倒れるなと思った場合には水の量を増やすか、ここ両面テープ貼るしかない。倒れないように。倒れないように。これ紐でくくるわけにいかんし、はい、ね、だからあのやっぱりね、軽いと倒れやすいかな、ね、倒れやすいっていうのがあるから、でもいやそんなのも気にしなくて、別に背丈大きくしないよっていう場合はこういう安いのでいいかな、はい、でピンから切りまであるんでね。でクリスタルになるともう何千もしますんでね。で花瓶を選ぶときにはいくつかポイントがあって、少ない花で飾りたい場合には口の細いもの、はい、口の細いもの、これ100円ショップね、はい、口の細いものね、茎が細くて繊細なお花は茎の細いもの、ちょっとボリュームを出したいなと思う場合は口が広いもの、うん、広いものを選ぶといいかな、はい、で一番いいのは上も広くて下も広くて真ん中狭まってるのが一番いいんです。それですよ。これこんなのが一番いいの。わかります？これなぜかっていうと、こう花が入ってきてこれまっすぐやと立ってしまうわけ、はい、これ下が広いとどうなるかっていうと斜めに飾れるわけ。わかりますよね、はい、下が広がってるから、こういった形が一番使いやすいかな。うん、まあそれでも斜めにする方法も教えますんでね、はい、覚えておいてください。でその斜めにする方法っていうのは水の量で調整しますんで、はい、ぜひ見ておいてください。はい、じゃあ次ですね。まず最初にまあ上炉用意します。で上炉もこういう風なメモリが書いてあるやつがいいかな。はい、でよく皆さんやるのがこれをね、これ買ってくるじゃないですか。はい、で買ってきて洗面所行って3分の1ぐらい水を足すわけ、最初にね、はい、ドバーっとね。でその後に切り花延命剤を入れる人がほとんどなの、はい、
これ絶対したらダメやから、絶対したらダメ。これっていうのは濃すぎると良くないの、はい、延命剤、これ薬やから。でこれの中身の成分も教えましょうか、簡単に、はい、あの実を言いますと、これって何でできてるかって言ったらブドウ糖なんですよ、はい、ブドウ糖、ブドウ糖って知ってますね、ブドウ糖、はい、ブドウ糖で、ブドウ糖って何の役割してるかって言ったらエネルギー剤になってるんですよ、糖分ですね、砂糖ではダメ、ブドウ糖で。実際お花っていうのは根っこがついてるんですよね、地面に埋まってると必ず根っこ、それはチューリップにしても、まあ、例えば水仙にしても球根があって根っこがついてるんですよね。で切りまだで販売されるときはこの根っこを切ってあるんですよ、はい、で実際切ってしまうと栄養素になる糖分っていうのは吸い上げることができないんですよ、エネルギー剤がないんですよ。で普通根っこがついてると根っこがね養分をガーッと引っ張ってくるんですよ、根っこに溜めて、この根の部分にね。だから 根を、僕よく植物の方では根を大きくすることが大事ですよって言ってるでしょ。で根を大きくすることによって体ができてくるんですよ。でもその根っことなる体がないんですよ。で体がなくなるとどうなるかっていうとすぐ悪くなるんですよ。だからエネルギーを足してあげるんですよ。で根っこの役割をしてるのがブドウ糖なんですよ、はい、これ企業秘密なのかな、うん、これブドウ糖なの、これ根っこの役割をしてると思えてください。でもこのブドウ糖が多すぎてもダメ、少なすぎてもダメ、はいね、やっぱり適量って守ってほしいわけで、これの場合は、これ10ミリリットルです。で、はい、どれくらいの水で薄めないといけないかって言ったら500ミリリットルです、はいね、ですからやり方教えますね。まず500ミリリットルの水を用意してください、はい、あんな500ミリリットルのペットボトル飲み干して、それかなんか入れ替えて空にして、はい、でそれにしとくれてるの、わかりますやり方ね。でこれ買ってくるじゃないですか、買ってくるんじゃなくて、まあ、もらえたらこれあるのとないのと違うから、はい、あると綺麗に最後まで開いてくれるわけ、はい、でないとエネルギーがないから咲いてく途中までにもうああもうダメってなるわけ、満開になってくれないの、うん、もう力がないの、根っこがないから。でもこの根っこの役割するブドウ糖があるとエネルギーがあるから最後まで咲き切ってくれるわけ。よくハイター入れるといいっていうじゃないですか。ハイターは殺菌効果、殺菌、殺菌ね、バイ菌、水の中の一番花をダメにする方原因が菌なの、悪い菌なので、菌っていうのはこの水の中に含まれるわけね、でその悪い菌が、菌がたくさん増えるわけ。これは僕らの口の中でもそうで、たくさんの菌がいるわけ、いい菌もあれば悪い菌もいるわけ。僕らの体ってもうすっごい菌だらけやでね。でも例えばこう喉を揉んでる時にこの菌がこの喉に詰まることってないわけ、はい、でもお花の場合は菌がここの中の水の中で増えていくとこの喉で詰まってしまうわけ、うん、ここで茎のところでてって鼻のところまで水分がいかなくてふたってなるわけ。これがだいたい 80% って言われてるわけだから、花瓶はきれいに洗いましょうねって言ってるの、うん、ね、で水が腐るとそうなるわけな。水なぜ腐るかって知ってます？知りません。ん、川の水って腐る？腐らない。腐らないやろ、なんで？流れてるから。流れてる。だから皆さんね、熱帯魚とかやってる人とかね、金魚飼ってる方とかいらっしゃる、分かると思うんですけど、水って動いてれば腐るのめちゃくちゃ遅くなるわけ、うん、止まってると腐るわけ、うん、だから皆さんね、毎日例えば花瓶を洗いましょう、水交換しましょうって言ってもやらない人多いと思う、うん、あ、めんどくさい、家帰ったらさもうテレビ見たりとか料理入ったりとか、あ、もう忘れたっていう人、そういった場合は癖付けした方がいいと思う。こう花瓶をこうやって回すだけ、ちょこっと会社行くときにここにお花飾ってたらちょこって回すだけでも、正直言うと水腐るのだいぶ減る。お花入ったままですか？そうそうそう、花入ったままここここって上動かんよ。まあそれちょっと雑談 ね、はい、ね、それを覚えておくように、水は少し動かすと腐らなくなりますよって、はい、いうことを覚えていてください。はい、切るじゃないですか。これ今500ミリリットルやから、最初にね、水をこうやって入れて、これはやめといたかったらいいの、はい、希釈配列狂うから。それよりも500ミリリットルの水を用意してこの中にこういうふうに入れるわけ、はい、分かります？こういうふうにね、でこれをこの花瓶の中に入れるだけ、混ぜてこうやって、だからこれはもうね、ちゃんと希釈されてるわけですから、これをこうやって入れるだけ、上手
別に入れなくてもいいよ。でも入れた方がで3分の1ぐらい、これくらい、はい、あちょっと入れすぎたかな、まあこれくらい、3分の1から半分ぐらい、はい、はい、まあこれやったらこれでちょこちょこちょこってね入れていくわけね。まあこれくらいかな、これくらい、ちょっと3分の1から半分ぐらい、ちょっと足りないけどね、なこれ全部やろうかな。500ml を入れて、これ 500ml やで、これを1袋入れる。別に入れなくてもいいよ、うん、ね、うん、入れなくても鼻が枯れるっていうことはないけどね。でこの中にハイターを入れた方がいいってよく言うやん、はい、ハイターは一滴ならいい、二滴入れたらダメよ、一滴なら効果ある、一滴ね、この中に入れてもそうそう、ハイターね、ハイターは殺菌を予防するってだけ、鎖をね、で長持ちするではないですか、長持ちするのはこっち、はい、ハイターは菌を増やさないっていうか細菌ね、はい、悪い菌とかね、導管を詰まらせる、さっき言ったここね、でこれが今で言うと菌を殺すって言うとこう水がスッと入ってくるわけ、これは違う、これはもともと体を作っていく部分、体エネルギーがなかったらいいスポーツできんやん、それと同じやね、僕らがって、だからやっぱりエネルギー源が必要なので、皆さんの家の中になると皆さん家の中に飾るでしょ、で外にあるガーデニングってなんで花が長いかって言ったら、エネルギーってどっから得てるか知ってる、根っこ、あで根っこってどっから得てるか知ってる、土、土とだから根っこを大きくするために僕一番大事なのは何やって言ってるの、光と風、風と水やろ、はい、混合性っていうやつ、はい、で混合性さえしてればエネルギーって取ってかれるわけ、はい、でも皆さん家の中でお花飾るでしょ、家の中って混合性できないの、うん、だからすぐ花枯れるの、わかります、な外にね植えてあるお花とか、寄せ植えとか花ずっと咲いてるでしょ、はい、ビオラとかも2週間ぐらい咲いてるでしょ、でも家の中に入れた瞬間に、切って入れた瞬間に3日間からね5日間しか持たないのはなぜかって言ったら光合成できてないから、うん、家の中って光合成できないんですって、で外の植物は日光ガン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 浴びてるから光合成によってエネルギーを得て根っこを大きくするわけ、うん、で家の中に入れようとすると根っこを切る、光合成浴びないから光入ってこないからパワーがないわけ、パワーを作れないから花が長く持たないの、覚えておくように、はい、ね、皆さん覚えておいて、ちょっと豆知識やよこれね、はい、うん、よかったらグッドボタンを押しておいて、はい、まあこんな感じでね、たくさん入れるのだけやめよ、これ、はい、これは農薬も一緒、肥料も一緒、活力剤も一緒、メネデルも一緒、たくさん入れれば効くかなと思ったら大間違い、これ見ると分かるけどニチャニチャになるの、ブドウ糖だから、にじみちゃんになるよ、だから多分ペットとか飼ってる人、猫ちゃんやだこれプルプルって舐めると思う、でも体に悪くないよ、大丈夫、全然大丈夫、ね、で次にじゃじゃん、これです、はい、でこれは皆さんいっぺん実験しますね、これが100円ショップで買ってきたハサミ、これ100円ね、はい、でこれがうちで売ってる、花切り専用のワイヤー付け、皆さんワイヤーも使わないんで、まあ、こういうのはこれ大体1000円から1500円ぐらいで売ってます、これねホームセンターさんにも売ってます、で皆さんぜひ買っといてほしいのは剪定バサミやね、で皆さんお花これ新品ね、新品の場合はそのまま使ってください、で先ほども言いましたけど菌がつくと良くないよっていうことでね、絶対したらダメなことを教えます、これうちのスタッフにもめちゃくちゃ厳しいです、僕花切り専用バサミでは絶対ガムテープとかセロテープ切ったらダメね、はい、ここに粘着つくから、はい、絶対それしたらダメ、ガムテープこれで切ったりとかセロテープ切ってるってまたこれを切り花で使う人がいるんで、絶対それだけしたままこれなぜかっていうとここにねセロテープの跡がつくわけ、はい、絶対良くない、でそれともう一つは新品の場合はそのまま使ってください、これカッターもそうでこれもそうでこれも新品やったらそのまま使えばいいです、で何回も使ってるやつはこれね一回ねライターでブーッと炙るといいと思う、うん、簡単でいいからバーバーとシュシュシュって炙るとここの菌が全部死ぬから、うんうんね、これちょっとわーって焼く、でそれかアルコールで一回拭く、あそんなもんもめんどくさいって言った場合は濡れた雑巾濡れたティッシュで拭く、一回拭くっていうのが大事で、うん、逆に錆びてた場合は必ず錆び落とすこと、ね、これめんどくさいかもしれんけどこの剪定刃先って必ず錆びるわけ、時間経つと、うん、僕らは毎日使ってるからめったに錆びないけど、僕らは
素人の方って普通の方って毎日ガーデニングしてるわけでないからね、はい、でこれを用意します。はい、で今ね、このこれね、これで花切れるかどうか実験してやっていきますね。見ててくださいね。まず染料ね、染料で、よく水切りしたまたいいですよっていうのを聞きますよね。はい、で水切りは正直言うと、この前ね、大手メーカーさんとこのね、切り花延命剤の勉強会をした時に、水切りは別にしなくてもいいですよっていうことを聞いた。はい、うん、100% するとやっぱした方がいい。でもしなくてもしっかり水は上がりますよっていうこと、うん、でも絶対にしないといけないことは何かというと、切り戻しっていう作業です。はい、でこれ100円ショップでねやったもので、切るときはまっすぐ切った方がいいの、斜めで切った方がいいのってよくね聞くけど、これ正直言うとまっすぐでもいいんですよ。いいんですか？これ花屋さんも間違ってるの。はい、でなぜこれ僕はっきり言えるかったら、先月そのね、ちゃんとした勉強会をやったの、メーカーさんと裏でね。だからそのメーカーさんが言うのは、今まで実験してきての斜めで切ったやつとまっすぐ切ったやつはもち違うかっていうと、多少なり違うけどあんまり変わらない。うん、これでもみんな導管を広げるために、導管って水を吸う部分の面積を増やすために斜めに切った方がいい。でもなるべくただ斜めで切ろう。はい、斜めで切ろう。なんかその方が気分的にいいやん。わかります？ね、これね、切るね、はい、これ染料ね、ほら切れるから、あ、硬い、こう。でもね、わかるかな、こう切ってる時に潰してるってわかるの、はい、茎を、はい、切ってるんでないの、潰してるわけ。これってやっぱり正直言うと紙切るバサミやから、はい、で切る時の絶対したらあかんとこ教えてあげるね。よく見といてね。この節、はい、節と節の間で切ること、どこでもいいから、この節で切らないこと絶対に。なんでですか？ん、ダメ、これはダメ、理由説明できない。金額やめて、やめて。ここで切っても全く効果ないから、この節と節の間、ここでもいいし、ここでもいいし、ここでもいい、はい、その時に便利なのがライフなんです、はい、これで、これ皆さんね、刺身切るときにハサミで切ってる人います？刺身、例えば魚魚切るときにハサミで切ってる人います？いないです。な、野菜は？いないです。いないやろ。なんで、なんでハサミで切らないの？うん、これ教えると、上歯と下歯ってある。上の歯、これハサミっていうのは上の歯と下歯ってあるわけ。これをこういくと潰してるわけで、潰すっていうことは、上歯と下歯っていうのはこのすれ違ってこういう風にして切ってるわけ、はい、ね、で美容室のハサミってあれ3枚するんですよ、皆さん使ってるの。あれはすごいの、あのハサミって、髪の毛切るハサミ、あれはちょっと置いといて、はい、あれはもう本当に職人技、あのハサミは。で、なぜ包丁がいいかっていうと、これ包丁と一緒なの、これ上歯しかないの、はい、下歯がないのね、こう歯と歯がこうなって切ることはないの、だから包丁やと思えばいいわけで、これが一番いい、安くてっていうことで、今とりあえずね、この使い方、ハサミの使い方、ここで切らないっていうことで斜めに切りますよとね、これで。でも切り方がわからないっていうことで、次回この100円ショップで買ってきたナイフの使い方を説明しますんで、ちょっと待っててください。はい、以上です。ぜひ最後まで見ておいてね、これ大事な話やから。はい、はい、以上です。